はいどうもみなさんこんにちは、ゆすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけで今回もぷよテト2実況やっていきます。やっていこうか。前回に引き続き、明日の予算との重先です。もう1セットやったって言ってたもんな。あ、そうそう、来週からまた参加型クラブ戦復活させようかなって思います。ぷよテト2配信やっていくってことですか？そうだね、新作買っている人がどれだけいるかわからなかったから、クラブ戦はちょっと封印していたんだけど明日から時間が空き次第やっていきます。じゃあ皆さんスナイプをよろしくお願いします。そうだね、また面白いテンプレをたくさん待っています。さて、ここはまず連結に連鎖を打ってそれが刺さったので2トリをぶち込んでいくという。連携の仕方がうまかったな。さて、今回も GTR を組んでいきますよ。相手は、なんだろうなあの形。ちょっと速攻とかも怖いので警戒しつつ、本戦も組んでいきたいところ。こっちの形は綺麗に組めているな。向こうに最速はまだなさそうだからとりあえず連鎖をゴリゴリに伸ばしていこうか。ここまでどちらも動かないんだね。ここで紫がたくさん来ているので連結マシマシのに連鎖打ちたいな。これが、相手は対応手がなくて直撃しそうだな。雲が噛み合ってまだ耐えられているので一旦ここは冷静に立ち回りたいところ。これをそのまま受けると地形がかなり乱れそうなので一回に連鎖で軽減しておこう。さて、向こうは本線を打ってきたみたいだね。とりあえず連鎖を足して。これで火力は足りるんじゃないかな。しっかり赤玉に小以上帰りましたね。お邪魔の計算も間違いなかった。的確な判断ができた試合だったね。連鎖にも綺麗に入れることができていたしね。今日は調子がいいのか。今日というか撮影日変わらないんでそういうの関係ないと思いますけど。あ、そうだったな。お、久々に明日の予算も先折り GTR っすね。あ、でもこれは向こうの方が形がいいですね。横さんに重ねるんじゃなくて、Y 字を目指した形にした方が良さそうです。ダーズミチックの連鎖日より向こうの方が応用効きそう。これは向こうにダブ構えているんででかく動きます。2ダブの3連鎖だな。これは軽減されても2段近く振りそう。お邪魔が結構振ると思うので。もうこれは本戦打ちたいっすね、早めに。5連鎖。これで足りるかな。なんでもワンチャン繋げられるからな。ちょっと怖いところではあったけど。でも繋げるためにはその分布与が必要だからな。5連鎖くらいがちょうど良かったんじゃないか。まあ時間とかその他の状況を見てもあの判断がベストか。でもここまでは3本連手だね。結構勢いは乗ってきている。っていうか今のところ両形を組めているんですよね。安定して火力が出ている感じ。でもちょっと形悪くなってきてないか。真ん中が空いちゃっているのが嫌ですよね。こういう形は U 字構築じゃなくて S 字構築にすればよかったんだけど。ツモの裁き方間違えたな、こや。相手は茨からの2連鎖だな。これは、対応打てないので受けるしかない。追い打ちが早いとやばそうだけど。どうだろうね。なんとか本戦は打てるけど。相手はでかいの打ってきたから打っていいでしょ。相手のリソースも奪い手の本戦発火だから強いかもな。なんだかんだしっかり連鎖に入れているから5万点くらいはありそうだな。あ、これはおまで入っているんだね。最低ラインは打ててるからいいんじゃないかな。今のところはいい展開で勝利できているね。今の試合はちょっと危なかったけどね。そうだな。あそこで明日の予算が攻めてこなかったらリソース的にも向こうが有利だと思うし。どちらかというと相手のミスに助けられた内容だったな。やっぱり自分から動かしてそこ起点にして勝たないと上手くならないんだよね。内容のいい試合というのはそういうことだね。さて、今回は少し地形が悪いので、どうにかごまかしていきたいけど、3連鎖を一応作って、打とうかなと思ったけど割と相手の形も良かったのでやめた。逆に向こうから動いてきたね。これはクソデカ対応ですね。一応紫で止まっているんで、これを気づかれるかどうかというところ。気づかれなかった。ちょっと今のも危ない試合だったな。3連鎖ででかいのを打たされちゃったね。もうちょっと手前の方で止められればよかったんだけど。状況判断してからキープ入れればよかったね。さて、このまま6本目も取っていきたいところ。2セット目にしてあれだな。全体的に土台の形が良くなってきたか。あ、それはあるかもしれないね。1セット目は全体的に形が悪かった気がする。さて、ここは81が来たので2ダブを打ったんですけど、これは正直微妙でしたね。刺さったは刺さったけど相手の右側に対応手があったからちょっと突っ込みすぎたね。おそらく右側を使ってくると思うので、対応手を打ちたいんですけど緑が来ない。どういうことだ、緑子ないのバグじゃね。で、出た？自分が色引けなかった時にゲームに文句言うやつ。その名はユースケモン、未だに三流実況者から抜け出せません。ユースケモン、旧名義と現名義を混ぜた名前か。めっちゃダサいんですけど。うるさいなこの野郎。PS4 の ID とかそんな感じじゃなかった。英語にするとユースケモンってかっこいいから。英語にすれば大体かっこよくなるんですよ。そもそも英語がかっこいいんだよな。ひらがなとかでユースケモンって書いちゃうと圧倒的なゆるキャラ感出ちゃう。ゆるキャラの方が親しみやすいからいいんじゃない。っていうかあのデカそうな最速打ってきそう。打ってきたので対応する。ちょっとリソースを使いすぎじゃない？逆にこれが刺さるんじゃない？対応ってなさそうだし。
いですね。相手を警戒できている。教師の癖も戻ってきたのか。まあ見てなくても警戒すれば対応はできるからね。教師はまだそこまでできている気がしないんだよな。目線は動画じゃ全くわからないからな。目線わかるツールとかあるよな。上級者のプヨラーとか入れていたけど。あ、そういえばそんなのあったね。僕も配信で入れてみようかな。あれは上級者の方がやるから需要があるんだよ。さて、2タブを打って。これはうまい対応されましたね。うん、対応したいなと思ったけど受けるしかないか。ちょっと3列目高くしたから扱いにくいね。この位置に縦3があると扱いにくいんだよな。あ、てかミスって打ちちゃったし。これはさすがに安全に伸ばして本線打たれたな。普通にやらかしましたね。こういうミスで負けるのはもったいない。ってことで明日の予算の大連鎖をみんなで鑑賞しましょう。神セカンドお待ちしております。頑張ってはみる。いやさすがに7万は無理だ。5万点のセカンドを組まないと有利にならないね。そんなセカンド上級者でも難しいでしょ。そんなのは甘えだー。スパルタ霊夢になってしまった。セカンドあんまり得意じゃないよな。わかる、もうちょっと連鎖の練習した方がいいかもしれん。って待って、これ全消し戦じゃねえかよ。やべえ、取り方間違えたんだけど。これはいろいろと残念すぎる。ユウスケモン終了のお知らせですね。初心者みたいな動きになってましたよ。同じツモが潰しすぎてわけわからなくなった。たまに全消しの取り方をミスるときあるからな。土台の性質上全消しが取りにくい場合もあるからな。なんか今のめっちゃ恥ずかしいな。明日の予算はきっちり単発で消してきたね。ネクネクまで見て判断しないといけないからな。判断力の差は出てしまうわな。これは赤がたくさん来ていたからお互いに単発で消費か。連鎖には入れやすいので消費しても問題はなさそうですね。この形は連鎖に入れやすくていいよね。やっぱ GTR と Y 字の相性は抜群ですよ。さてここからどうやって組んでいこうかな。お互いに本線重視の立ち回りになっていきそうだね。あ、2タブ打ってきそう。対応ってないから終わったな。これこれは本線か。地味に紫が繋がっているの見にくいね。騙しの一種みたいになったけど相手の形が中断する形じゃないからそもそも意味をなさない。でも向こうの色が噛み合わなくて辛そうだな。あれは止まっているのか。対応せ、先に動かれる前に動くか。2ダブとかガンガン打ってくるからな。なるべく隙のない立ち回りをしたいんだけど。そこは連鎖を組むセンスの問題っすね。マジでトコプよ、もうちょっとやろう。いろんな人の形も研究したらどうだ。多重帯電とか便利な動画が世の中にはたくさんありますからね。そういうの見てもう少し安定感を鍛えたいと思います。今回はまたなんか仕掛けてきそうな形をしている。 L 字とかの連結が多いのは怖いですね。単発か。これは一旦に連鎖で対応。それで向こうがどう動いてくるかな。おっと、大きく本線を崩して打ってきたぞ。ってなると本線打てばかなり有利。緑ゾロで発火しましょうか。いやーたまに思い切った行動してくるから怖い。ちゃんと冷静に判断しないと飲まれるね。今のところ本線だということを確認して発火できてるからいいね。なんだかんだ本数も取れているからな。あと2本だな。それ取れば勝利やで。前回のリベンジ成功なるかってとこですね。まずは1回単発をしていきましょう。そんで連鎖が完成していないのが怖いので早めにこっちにツモを咲くようにして。これでひとまず安心だな。ちょっとここは柔軟性がないけど挟み込みで連鎖伸ばしていきましょう。この伸ばし方好きが多いからあんまりしたくないんだよね。発火点埋められたら何もできなくなるからね。単発受けたくないから4連鎖でどう。使いすぎじゃないかって思ったが相手は紫してなくて刺さったな。お、ラスト1本ですね。ここで逆転される展開じゃないの。僕はね、最後まで油断しないタイプなので大丈夫です。それ自分で言っちゃうのかよ。あ、クローン済みをここに来て使ってきた。速攻もあることを気にかけないとね。でも今回はさすがに速攻は打ってこなさそうだな。こっちの形も比較的いい形ですからね。さて、多重済みちょっと汚いけど、割と中盤はできそうな形にはなりましたね。まずは先に単発を仕掛けると、紫ゾロ。やべ、2列目以外全部崩しちゃうじゃんこれ。向こうに連鎖打ってきた。じゃあ多重部分崩していこう。あ、ポッキープヨ入れてたっけ。自分で忘れてたのかよ。でもこれ本戦打ってよかったかもな。相手折り返しやばそう。なんとか今回は10先勝つことができました。おめでとうございます。明日の予算2セットもありがとうございました。来週からはクラブ戦を配信でやっていくと思うので皆さんのスナイプお待ちしております。皆さんよろしくだぜ。